こんばんは、いがらしれいです。この動画ではアルゼンチン共和国杯の予想をお届けしたいと思います。ではまず本命に選んだのがクロミナンスです。条件的に全て揃っている馬と言えるのがこの馬さんとなりそうですね。で、週末の雨予報からも馬場が重たくなっても対応できるっていう点と、東京コースは2勝で2着が1回で3着が1回で着外1回、まあね、2-1-1-1っていう感じですね。まあ、これはもうね、安定した成績だなと評価いたしました。また芝 2500m 戦も2戦使ったことがあって、で2着と3着がもう1回ずつっていう感じで、まあ、全てね馬券に絡んでいる距離適性の高さもプラス材料となりました。で最後に鞍上予定の戸崎啓太騎手がですね予定されているんですが、まあ戸崎騎手はね過去10年で5回このレースでは馬体に絡んでいるっていう、もうまさかの、ね、相性のいいレースだったという点もね、これはちょっとね期待が持てそうかなと思っています。で今回はコース、距離、馬場、騎手、はい、この4つの点でもう減点材料が最も少ないこの馬を本命に選びたいと思います。で続いて対抗に選んだのがマイネルメモリーでございます。このレースの傾向としてね、過去10年で前走上がり最速の馬の成績が3勝で2着が2回で3着が3回で着外が2回っていう安定した成績を残していて、で4戦連続で上がり最速の足を使えているこの子を、はい、高く評価いたしました。で鞍上にもアンドレア・シュタルケ騎手を予定しておりまして、で今回の来日ではねまだ目立った成績はね残せてないんですけど、だからねドイツのリーディングジョッキーがねこのまま見せ場なしでの帰国になるのか、いや絶対そんなことはないだろうと思いまして、もう激走があるなら今回がねちょっと面白いと判断しまして対抗に選びました。続いて3番手評価にしたのがセレシオンです。こちらの馬もマイネルメモリーと同じく上がりタイム、はい、これを評価いたしました。でこれまで上がりタイムで3位以下になったのはデビューから数えても2回だけで、これはもう常に安定した末脚を使えるんだなという点は、これはねもうプラス材料と言えそうですよね。で前走の新潟記念でも、もうね、出遅れながらも32秒8の末脚で花さの2着までに届いておりまして、まあ、引き続きね直線が長い東京コースなら馬券に絡む可能性は、まあ、これは期待が持てるんじゃないかなと思います。はい、で続いて4番手評価に選んだのがマイネル・ウィルトスです。こちらの馬に関してはね、私あの前回の動画、あの推奨馬の動画ね、これで詳細発表してますので、そちらもご視聴いただけたらありがたいです。ね、ちょっとね5ヶ月ぶりのレースになるんですけどね、でもなんか久々を感じさせないフットワークで、これラスト1ハロン12秒3っていうタイムからも、もうこれはもうねなんか体勢は整っていると評価しまして、4番手評価で抑えます。で次に5番手評価にしたのがサボーナーです。これまでサシのイメージの馬でしたが、前走は出遅れたものの、もうすぐにね前につけて競馬をして、でオールカマーを4着に構想できた内容をね評価しました。で前走のような先行策を、まあ、スムーズなスタートで決めることができればね、ちょっと調教内容的にも万全の仕上げなので一発に警戒したい一頭です。で最後穴馬に選んだのが名将ブレゲです。ちょっとね左回りの成績が悪いということで人気も落ち着きそうなんですが、前走の京都大賞典でもね3着に好走したように、状態は高いレベルで維持できていると言えそうです。で左回りの成績でここまで人気を落とすのであれば、穴馬で抑えても面白いんじゃないかなと判断して、今回は穴馬として狙いたいと思います。
はい、では今回は3連単のフォーメーションで1着にクロミナンス、サボーナ、そして2着にマイネルメモリー、そして3着にクロミナンス、セレシオン、サボーナ、そしてマイネルウィルトスとメイショーグレゲン、はい、こちらの組み合わせの3連単8点と、あとねクロミナンスから相手5頭に流した馬連5点、はい、これを追加した合計13点で的中を狙いたいと思います。いやもう久しぶりにね、もう当てたい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 まあなんかあのこの番組で私が買うのでも、普通に番組外で私がねあの平場のレースとか買うのでもね、ほんまに当たんないでしょ最近馬券が。なのでちょっと今週こそね、的中させて、ね、今後の G1 ラッシュにちょっと持っていきたいなと思っているので、ちょっと頑張って応援しようと思います。はい、では皆様のご予想はどんな感じになりましたでしょうか。今週も一緒に競馬楽しめたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。五十嵐麗でした。